皆さんこんにちは先日ユニティ2022の LTS が公開されてですね、まあ、これを機会にちょっと使ってみようとか、まあ、実際に使い始めてるという方もいるんじゃないかなというふうに思うんですが、えー、実はですねこの2022というバージョンを通じてプリパブ周りにもいくつかの修正が入りました今回はですねそういったアップデートをまとめてお伝えしようかなというふうに思っています、まあ、短い動画になると思うので是非最後までお付き合いください 最初のトピックはプリファブインスタンスの制限についてですまずは今までの Unity から見ていきましょうこちらは2021の LTS ですここに焚き火のプリファブと炎のエフェクトがありますこれらをまとめるためにドラッグドロップしようとかって思ってもですねはいこのように警告が表示されてしまいますプリファブモードでやってくれというふうに言われてしまうんですよねそれから含まれるオブジェクトの一つを削除しようとしてもですねこちらもできません その他オブジェクトを入れ替えたりとかコンポーネントの位置を入れ替えたりみたいなこともできないんですちなみに追加に関してはこれ全くできないっていうわけじゃなくてですねヒエラルキーの一番下にだけは入れられますでもこのあたりには入れられませんこれちょっと不思議な仕様に感じますよねこれらを解決するためにはですねプリファブモードに切り替える必要がありますこれにより入れ替えなどを含めた全ての編集作業ができるようになるというふうなわけです ただですねこの作業はこの u アンドゥーが無効なんですよねつまりプリファブモードを抜けた後に戻すことができないわけですこれはあくまでもですね過去の話であって2022以降では概ね解消されましたまずオブジェクトの追加や削除は自由に行えるようになりましたそれからコンポーネントもですね追加した後であれば入れ替えることができますただし既存のオブジェクトの入れ替えとかコンポーネントの入れ替えはできません まこんな感じでですね、まあ、全ての制限がなくなったというわけじゃないんですけれど、まあ、だいぶストレスなく使えるようになったんじゃないかなというふうには思います。基本的な話としては2021以降のプリファブモードには2種類のモードが用意されています。一つはヒエラルキーのこの矢印をクリックすると現れるコンテキストモードです。 こちらはオブジェクトにハイライトしつつですね背景が薄く表示されるので周囲との関係を気にしながら行うような調整に向いていますもう一つはアセットをダブルクリックすると切り替わるアイソレーーションモードです。このように背景はブルーになってですね対象となるプリファブ以外のものは表示されなくなります例えばモデルデータの調整みたいな作業であればですね、まあ、余計なものがない分こちらの方が向いているように思います それから2022以降ではセッティングから標準のプリファブモードをこのどちらにするのかが選べるようにもなっています。またヒエラルキーからオブジェクトを右クリックすることでですね、このどちらのモードにも切り替えることができます。まあ、先ほど言ったようなアンドゥができない問題も解消されていてですね、以前のバージョンよりはだいぶ使いやすくなったんじゃないかなというふうに思います。続いては配置についてです。 シーに入れ替えたいオブジェクトが複数ある場合とかですねで、まとめて選択してドラッグアンドロップで別のオブジェクトに変更できるようになりました。これ結構便利じゃないかなというふうに思います。ちなみにプリファブ化されていない通常のオブジェクトとかであってもですね、これもプリファブアセットに入れ替えることができるんですよね。このあたりは覚えておくと役に立つんじゃないかなというふうに思います。 さあそして続いてはバリアントですプリファブバリアントは個人的にも一押しの機能なんですけど継承が深くなっちゃうとどうしてもね構成がわからなくなったりとか忘れちゃうこともあるんじゃないかなというふうに思います例えばこんな感じでキャラクターに帽子をかぶせたバリアントを作ってですね なんかマテリアルをこういろいろ調整した孫バリアントみたいなものを作ったとしましょう。そうすると構成はこうなります。例えばこのバリアントを選択した場合はですね。二千二十二点二からはこちらのボタンからまあルートまでのすべてのオブジェクトとか。すべての子バリアントを参照することができるようになりました。 新機能であるマテリアルバリアントも大体同じような手順でですね、こういった継承ツリーを確認することができるようになっているんですね。それから親にあたるプリファブをなんか消しちゃった場合とかはですね、インスペクターにチェーンが壊れているよみたいな警告メッセージが表示されるようになりました。で失われたオブジェクトの GUID とかがここに表示されるので、バージョン管理ツールとかでこう戻すときの手がかりになるんじゃないかなというふうに思います。 最後に紹介するのはオーバーライドとかそのあたりの話です。また少し前のバージョンから説明していきましょう。こちらは2021の LTS です。このプリファブインスタンスには l o o k a ト t c o n s t r a i n t c o m p o n e n t が付いています。これ名前からも想像できると思いますけれど、特定のオブジェクトを注意させるためのものなんですね。試しにターゲットにここにあるキューブを登録してみましょう。そうするとですね、常にキューブを注目するような動きになります。 そしてプリファブアセットには変更を示す青い線が入るわけなんですけれどこれアプライしてもですね残り続けちゃうんですよね。で線だけじゃなくてこのアプライボタンも残ってしまいますつまり参照先にシーン状のものが含まれるとですねセットとしてこう完結できないみたいな状態なので残ってしまうというふうなわけなんです。これちょっとねあまり気持ちのいいものじゃないですよね。 こういった仕様も2022.2以降では改善されています。こちらは2022の LTS ですけれど、えー、先ほどと同様にコンストレイントの参照先を与えてみます。今度はさっきよりもですね、少し暗い青い線が入ったのがわかりますかね。この暗い線の意味するところは、アセットには反映できない変更というふうなわけです。そしてこちらのウィンドウではリバートボタンのみが表示されて、アプライの方はグレイアウトされています。 これ本当に細かい話ではあるんですけれどちょっと戸惑ったりとかまも、あ、やっとするみたいなこともなくなるんじゃないかなというふうに思っていますというわけで一通り紹介してみましたがいかがだったでしょうかプリファブ周りは非常にこう便利になってきた反面ですねまあ、ちょっと気をつけなければいけない点などが、えー、まあいろいろあるかなというふうに思っていたんですが 今回のアップデートでですねだいぶそういった点がですね解消されたんじゃないかなというふうに思っています皆さんもご意見やご感想などがあれば是非コメントいただければ幸いですそれではまた次の動画でお会いしましょうさようなら